何やってるよ、なんかこの光景何年前、6、7年前ぐらいのメンツじゃん、ひょっとしたら。ということで、ファーストショーケースお疲れ様でした。私もあれなんですよ、人生初なんか LC とか言ってるんだけど、ちょっとあの愛するね、ショーン・エヴァリストからのご指名がございましたので、急遽なんかこういう、ちょっとあの慣れない MC ですがやっておりますので、皆さんは引き続き温かい目でね、お見守りくださいね、はい。本当はなんかね、ショーンがね、みんなといろいろ話したかったんだけど、ちょっとショーンがセカンドショーケースの準備があるということで、なんかね、ショーンがね、いろいろ聞きたいことあるってさっきリストにまとめてきたよ。あ、まず、プリさん、はい、なんかさっき、ショーンが、いや、プリさんとショーン会うの何年ぶり？3年ぶりかな。3年ぶりか。なんか3年経ったら、あれ？なんかちょっと、いい感じでロックスターみたいな感じになってるけど、ここ3年、何があってそんな感じになったのってさっき言ってた。ちょっと、プリさんのここ2、3年のお話聞きたい人も、はーい。はじめまして、プリです。ロックスターです。年末にこんな忙しい時期にこんなイベントして本当に迷惑です。エンナースタジオに戻ってきて、戻ってこれて、とても、嬉しく思ってます。はい、なんかこういうこともない限りね、なかなか来る機会なかった、本当に良かったなと思うし、まあ、ダンスってやっぱ楽しいですよね。本当それに尽きるなと思って、ダンスで、出会った仲間とまたこうやって、この場所でダンスできたのは、共有できたのは本当に、2022年の締めくくりとしては本当に良き、時間だったな。もう終わったかな。まだ全然ね、始まりなんですけど、良かったなって思ってます。はい、で、まあ質問、 2,3 年ここ何もないです。まあいろいろあったでしょう。だけど僕はまだ家庭なので、これは死ぬまで楽しみ続けながら進化し続けられたらいいなっていうふうに思うので、はい、かっこいいこと言うやん。かっこいいこと言うやん。まあでもなんかありがとうございます。そう思っていただけるとなんか嬉しいなと思うんですけど、全然お互い様で本当に素晴らしい仲間たち、かっこいい仲間たちが周りにいるので、刺激されながら、刺激し合いながら生活できたらいいなっていうふうに思っているので、マジでか。飲んだ方がいいよ。いやいや飲んどんやけどね。また続き後半戦もあるからね。そうだね。楽しんでてください。そうだね。はい。はい。じゃあ5題。次の質問。ショーン・エヴァリストとの出会いのエピソードを教えてください。To Ogreen。ここ僕たち。出会いは個人的に出会ったのはやっぱ YouTube で、カズキに教えてもらったのかな。ヒットキングスというチームをやっているんですけど、チームメートにカズキという男がいまして、カズキがこれやばいから見てみてって言って、ショーンの映像を見せてもらったらもう衝撃を受けて、でちょうどそのすぐ後に LA に行く予定があったんですよ。でそれこそ愛ちゃんとかも一緒に行ったんだけど、その時ちょうどショーンがクラスをやってて、でそれをうわ本物いるって言って受けに行ったのが俺の個人的な出会い。そうだったんだ。でそこではなんていうんですか、ただの生徒だし、認識はされないまま憧れのまま終わり、で次シッキング組んでから、うん、ノッポとカズキと3人で行った時に受けたんだね、みんなでね。そしたらまずノッポがショーンの目に留まり、あーやだやだ、すごくピックアップレッスンの最後にね、一緒に踊ろうみたいな感じで
踊ってるのを見ながら俺はくっそーなってて、でそれでねこうバチバチしながらみんなででも通い続けてたらだんだんなんかこの人たちグループっぽいぞみたいななって覚えてくれたんですよ。そう、ただその後俺は大学だったんで学校があるから帰らなきゃいけなかったんですけど、庄司君も後から来て3人が残ったの。そしたら3人がショーンのホームタウンであるサンフランシスコに愛ちゃんと4人で遊びに行って、なんかショーンの家でカレーとか食べてるのをミクシーとかで当時ねミクシーってのがあったんですけど、それで見ながらすごいあの悶々としてて、で長くてすみませんね。でいいないいなと思ってたらショーンがあの韓国のビッグバンの振り付けをしてて、その流れでなんか日本にも来るっていう流れがあったんですよ。でワークショップとかをしてほしいってなった時に、この滞在期間よりもちょっと早く来るから、じゃあ泊まるとこどうしようってなった時に、うちの実家来ればってなって、うちの実家にショーンが泊まったんですよ。だからもうその時の俺としては俺ん家にショーンがいるみたいな出会いでした。はい、いやすごいね、知らなかった、すごいね。じゃあちょっと今度みんなでオグリンチ行くわ、実家宿に困ったらオグリンチの実家はオープンらしいんでみんなで行きましょう、はい、まあありがとうございましたということで、あの女を呼びたいと思います。ショーンからご指名でミユちゃんいらっしゃい、はい、そうよ時の人、時の人、時の人、みゆちゃんです、まあ、みんな聞きたいよね、みんな聞きたいよね、ショーンも聞きたいです。さ月に行くとお伺いしましたがまず、そのお気持ちは、気持ちは、まあ、本当に自分がまさか宇宙とか月に行く可能性があるなんて人生で考えたこともなかったので驚きです。そうだよねじゃあ、はい、月に行ってまず一番最初に踏みたいステップどれ？聞きたくない？うわールーズレッグです。うわーールーズレッグを、ルーズレッグを見せていただきましょう。お願いします。これね、ハウスといえばのやつね。いいよね。ちょっと月系の質問なんかある？お兄さん、お兄さん、ここに行くことに、あ、なんでそもそもこの月なんていうの、月プロジェクトに、はい、参加しようと思ったの。最初ツイッターで宇宙飛行士じゃなくてアーティストが無料で誰でも応募できるってことで、まあ、応募してみようと思って興味本位で応募したらだんだん受かっていって5、6個ぐらい試験があってやっと受かって、そのブロッコの試験って聞いていい？聞いていいものもあります。ブロッコの試験ちょっとみんな気にならない？気になりますよね。ちょっと言えるものをちょっといくつかどうぞ。そんな詳しくは言えないんですけど、まあ、最初月に行ってやりたいことみたいなのを書いて英語でそれを提出してしたら受かって、次1分間自分のことをまとめる YouTube を作ってくれって言われて、まあ、前澤さんの声で踊るっていうのをやって応募して、それも受かって、で受かった人たち、まあ日本人はその時いなかったんですけど、Zoom で討論みたいなのをディベートっていうのを2回ぐらいやって、だんだん行って最終的に、1対1で前澤さんとお話しして受かったって感じです。1個質問聞きたいです。月は、三日月派ですか？満月派ですか？満月。うわーロマンチック。いや、いいね。ちょっと、月もし行くのは来年中っていう形です。うわー、ちょっと楽しみにしております。いろんな方面で活躍されてますから、ありがとうございました。ということでラスト1個は質問ではなくてリクエストです。
いらっしゃい、のっぽちゃん。俺、うん、これはね、あれだから私からの無茶ぶりじゃなくて、うん、ショーン・エボリストからの無茶ぶりだから。何何、なんか最近シットキングスのっぽハマってることがあるらしいと。あ、俳句。あ、ふざけんな。結婚我々仲いいんだけど、ショーンね、1行目に返せよ。おいショーン、なんかあのこのメンバーなんか聞きたいこととかなんかある、話してほしいことをしたら、あーある、のっぽ俳句って言ってここで一句読んでいただいて、この場をお開きにしたいと思います。何だったっけ、携帯がないと俺分かんない。ちなみに短歌ね。あ、短歌ね、短歌をやり始めて、うん、僕今趣味短歌なんですよ。すみません、趣味短歌なんですよ。はい、なんですけどちょっと忘れちゃったな。やばいの、携帯取ってくる、携帯取ってくる、ダウンジャケットの上に。そうなんですよ、短歌を始めて。短歌って知ってます？季語がいらなくて結構自由らしいですよ。そこでしか分かんないんですけど。それに日々メモってる？日々、あ、意味ではないけど、うん、結構ある。なんか言葉にしたいなっていう気持ちが生まれたら短歌書くって。そう、しゃれてんね。しゃれてるでしょ。いや、いいんだよ、短歌ってさ、シンプルだよ、本当に。え、いいの？はい、5-7-5-7-7 じゃあ、このトークセッション、これで締めるから。お願いします。おじさんの冗談混ぜた自虐ネタ、対応困る、本当に困る。お後がよろしいように、2分をお楽しみください。